ブラック解放同盟全国連合会、略称全国連からまた公開質問状が届きました。これで第5弾ってことになりますね。内容を要約すると、お前はブラックで金儲けをしてるだろう、しかもブラック民じゃないだろう、白状しろオラみたいな、まあそういう内容です、要約するとね。でこれに関してはですね、まあ金儲けとか言われてるんで、まあいっそのこともう言ってしまってもいいのかな。まず一つはね、東大阪市の3000万円ね、3000万円もらってるんですよ、全国連が、税金から、東大阪市からね。まあそれの使い道について未だに全国連答えてない。でもう一つね、もう一つの話を言いますよ。このチャンネルで大阪府の大東市探訪しましたよね。大東市ってあそこは珍しいところで、同和団体だと解放同盟と、あとは全日本同和会が活動してるんですよね。で、まあその探訪した時というか、まあ探訪した後にですね、ちょっと聞いたんですけどね、あの野崎駅の近くに福野園住宅っていうのがあるんです。大東市の市営住宅です。で、そこにですね、駐車場があるんだけども、ストリートビューで見てみろと。なんか本来だったらね、いや駐車場じゃないような場所に線が引っ張ってあると。で、花壇が置いてあったりするんだけども、それはその勝手にね、住民が線引っ張ってそこに車止めてたから、で市がね、なんか花壇を置いて止めさせないようにしたらしいんですよね。ただなんかね、止められるところがいくつかまだ残ってるんですよね。でそこについてですね、いやあそこはね、福野園住宅っていうのは全国連の支部長がね、あの仕切ってて、でその駐車場っていうのもそのまあその管理組合が勝手に作ったもので、しかもそれで駐車料取ってるぞと。あ、なるほどと。まああれあれですよ、あの飛鳥会松岡克美メソッドですよ。あの松岡克美っていうね、解放同盟の役員が勝手に公営住宅の敷地に駐車場を作ってというか、まあ、あのそれは勝手じゃないですよ、一応市の方がその黙認というか、まあ、そういう形なんだけども、まあ、それで駐車料金取って自分の懐に入れてたんだけども、それと同じことがですね、この大東市でも行われてるみたいな話が入ったんですよね。で僕もそれ本当か嘘かと思ってたんだけども、確かにストリートビュー見るとね、そういうところがあるし、で一層のことね、行ってみたんです、現地に、ついこの間。面白いことにストリートビューでこう線が引っ張ってね、軽自動車が止まってるところがあったんだけど、そこを見てみると、なんか真新しい番号札が立ってるんですよ。本当にピッカピカで、つい最近建てたんだなっていう感じでね。であそこね、公営住宅の、まあ確かに駐車区画あるんですよ。あの正式な、あの市が設定した区画はね。で、そこには番号が振ってあるんですよ。で、その番号っていうのも地面にね、まあこういう感じでね、番号が引いてあるんですよね、マーカーで。だけどね、その問題の一角だけは、なんか看板というか、この白いプレートに数字が入ってるのが、なんか鉄筋で固定してあるんですよね。しかもすごく最近です。明らかになんかね、他の駐車スペースと雰囲気が違うし、やり方が違うし、しかもなんかつい最近つけましたっていう感じで、でこれね、いやもうタイミングからするとやっぱね、この垂れ込み事実だったんじゃないかなって僕思うんですよね。あの全国連から前回質問状が来た時に、僕案にこの話をしたんですよ。その全国連のね、竹岡っていう支部長がやってることはどうなんだっていうことをね、一応返信しといたんですよ、全国連に。で、まあそのことに対する回答は全国連も出してないし、で、なぜかそのことをね、僕が書いたら、もう僕の回答も全国連載せてないんですよ、公開質問状なのにですよ。いや、やましいことないんだったら、あの、反論すりゃいいじゃないですか。やましいことないんなら、ね、いやあれは違う、お前は間違ってるって言って言えばいいのに、そういうことも全然しないんですよね。いやだから僕暗に認めてるんじゃないかなと思って、でそのことを僕は全国連に書いたもんだから、多分ね、あそこの支部長にも連絡が行って、で急いでなんか証拠隠滅してるんじゃないかなって僕思いますよ。あの急いでね、なんか自分で勝手に作った駐車スペースなのに、あの市のね、正式なスペースみたいな形を取り繕ってるんじゃないですか。でもこれでね、まあまだその駐車料金取ってるんだったらね、まあ駐車料金ってもうその市が取るんだったらいいんですよ、それは公の土地だからね。でも管理組合というか、もう自分が私的に取ってたらおかしいですよね。であそこね、なんか現地行って分かったんだけども、
なんか ABCDE っていう、まあ、党があって、その一部がなんかその童話枠らしいですよね、一部が。いや、懐かしいですね。あの横須賀市の竹俳句もそんな感じだったんですよ。今はもう全部ね、一般化されてるけども、あ、大東市でもそういうところがあるのかと。しかも大東市ってね、いや、全国連が仕切ってる童話住宅もあるんですね。なんか地味毛量というか、3団体三つ巴なんですね、あそこ。神奈川県だとね、そういうところあるんだけども、いや、大阪でもそういうところあるのかって言ってね、ちょっと変に感心してしまいましたね。うん、ということで、いや、まあ違うんなら違うって言ってもらえばいいんですよ。事実無根だって言えば。だけど、まあ状況証拠的にこれはって僕は思ってるんで、全国連さん、その部落で金儲けって言ってるけども、いや、それやってるのは全国連さんのことじゃないですかって思うんですよ。ね。なんか僕は部落で飯食ってるみたいなのが書いてるけども、いや、これで飯食えないですから、はっきり言って。まあ、あの、不幸の園住宅の駐車料金ぐらいじゃ多分は、まあ飯も食えないだろうけど、でも3000万円のね、あの東大阪市のお金は飯食えるぐらいのお金だからね。うん。いや、全国連さん。だからそのあたりは、じゃあその3000万円どういう目的で使ったんだと。じゃあ不幸の園住宅のね、あの件、ね、あの件っていうのは一体何なんだと。あの、飛鳥会事件みたいなことを、やってたんじゃないですかと、全国連さんも。まあそれを、まあ、組織ぐるみでやってるのか、それともあそこの支部長が個人的にやってるのか知らないけども、まあどっちにしても問題だしね。でこのことについてだんまりを決め込んで何も調査しない、何も処分しないっていうんだったら、それはもう全国連が組織的にやってるってことと変わりないですよね。まあ、個人がやってて、それでまあ組織としてはこんな認めてないんだぞっていうんだったら、それは個人の問題で済みますよ。でも個人がやってることに対してね、組織がね、まあ、黙認するんだったら、それは組織的にやってると僕は変わらないと思うんですよね。だから大東市の不幸の園住宅の駐車場の件ね、不幸の園住宅の、あの、童話関係のあの、塔ですよ。まあ、どことは言わないけども、その、いくつかね、塔がある中の、その、確か3つだったかな、3つがその童話塔なんですよね。うん、そこの駐車場について、ちょっとどうなんだと、ね。これは、もう、公の土地をね、変な使い方してないかと。うん、ということについては、やっぱ、説明する必要あるんじゃないのかな、というふうに僕は思うんですよね。しかしね、僕ちょっと感心したね、こういう方法あるんだなって、童話利権もうないぞとか言ってね、よく言われるけども、なるほど、この公有地をね、お金に換えるっていうやり方、うん、まあでも、これ、飛鳥会事件の頃からあるんだから、古典的な方法なんだけども、やっぱ都会だとそういうの通用するんだなっていうのが分かりましたよ。うん、まあ、ど田舎だとね、なかなかそういうのは難しいけども、ある程度人がいるような場所だと、そういうことができるんだなと思って、感心してしまいましたね。いや、まあ、事実じゃないなら僕は勝手に感心してるだけなのかもしれないけども、でも、まあ、ここまでね、情状証拠というか、うん、なんか、ちょっと僕は聞いた話と符合するような事態が出てくると、いや、やっぱり、説明された方がいいんじゃないかなというふうに僕は思いました。ということでね、今日はこの全国連の公開質問状について紹介いたしました。これね、真面目に回答すべきかどうかを迷ってるんですよ。うん、公開質問状っていうんだったらちゃんと載せるんだったら意味あるけど、もうなんか載せようっていう感じもないし、なんか内容もだんだんとね、毎回同じこと言ってくるんでね、どうしたもんかなと思ってるんです。ということで、全国連さんへの、まあ、とりあえず動画での回答です。一応、まあ、お手紙でもね、返すかどうかちょっと考えます。ということで、皆さんぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。